今8時15分頃に撮影しています。昨日ね、角出しとロイヤルグラマーの他にずっと3週間ぐらい前からマリンブルーさんのサンゴ水槽に入っていたこちらのトランペットを、購入しました。まあすごくね、大きい、土台が大きい個体で、非常にしっかりしてるんですけど、なかなか伸びなくて、まあ問屋さんでもね、短いまんまっていうかね、まあ買ってきたらもっとね、こっちの他のトランペットみたいにぐわっと伸びるのかなと思ってたんですけど、ショートボディ、なんか短いトランペットのようなんですね。で、開きが甘いのか、まあもともと短いのかっていうところが、まあなかなか難しくて、でも非常にね、色がね、白くて、ちょっとひときわ目立つような明るい薄いブルーっていうかな、まあ、あのベタちゃんのよう見てるか、青い、薄い青い、白い、緑、とにかくでも他の子たちと全然違う色で、これライトの光量今 10% ですね。 10% の状態なのにこんなにも綺麗な色を発色させています。あとはそうですね、この子も、まあ、お値段はねだいぶ負けてもらいました。開きが甘いっていうのもあって、マリンブルーさんにもね気使っていただいて、こちらは破格の18,000円、普通に売れるのであれば3万ぐらいはするらしいので、非常にまあお安くは購入できたんですけど、この子をここね、一番水流弱いところに置いているので、ここでしっかりとどれだけ、開くのかで、流れもねここに置いてたんですけど、やっぱりね開きが非常に悪かったです。でここにね移動させたんですね、昨日。ほなもうねいきなり開いていますね。やっぱり流れがトランペットサンゴと流れ花は水流がいらないのかな、もうほぼほぼなので、こっちもねこれぐらいに水面に近づけて水流を落とすように工夫してみました。でプラス、あんまり水流がねがっつりここは当たらないようにライブロックでガードしながら、ここも高さ上げて水流をブロックした後にこの子がしっかりと咲くみたいな感じかな。この子もねここに置いてたんですけど、水流がやっぱり当たりすぎて開きが甘かったので、このねトランペットをここに置いて水流を止めながらここで開いてもらおうかなと思って配置を考えました。まあ、ちょっとこの辺はねちょっと間合いが他のところとちょっと狭いので、もうちょっとこのサンゴを奥に、このサンゴを下に手前にずらしたらバランスよく置けるのかなと思っているのと、あとはあっちのね水流がやっぱり弱めたいこともあって、フローカンを今あのエーハイムのねフローカンを今注文していますね。まあどれだけ水流を落とせるか、まあまあでも落とした方が調子いいのでフローカンは設置したいなと思っています。ついでになんですけど、昨日は2週間に1回の水替えプラス4週間に1回の、600、300、900、750と900、300の水替えをサンゴ水槽のお水を使って交換しました。約150リッターぐらいですね。まああと水替えもしたし、あとはバクテリア入れようかな。まあ、こんな感じでちょっとサンゴは様子見ていきたいと思います。